富樫英二です。よろしくお願いします。前日から寝れないほどすごい楽しみにしていました。やっぱり目標である佐野岳さんが自分すごく目標でもあったので、またこうして同じ舞台に立てることがすごく光栄に思ってます。まずは周りと比べるのはもちろんなんですけども、やっぱり自分に打ち勝つことっていうのがすごくやっぱ大事だと思ってるので、自分の限界を超えて、さらに向こうに、プルスウルトラ、していこうと思います。よろしくお願いします。最強スポーツ男子、頂上決戦2022、見てくださいね。